てかやっぱ CR 絶対一回強え。シスジーンもそうやったけど、もうバニもクソ強かったし、ダルさんも強かったな。大会マジクソ強えよな。バニボの時に初めてさ、バニと一緒に組んでやったじゃん。でバニボの時もさ、デュエやってみたいな、結構前で戦う感じでバニはやってたけど、今日は過去一声出てたな。俺バニが吠えたの初めて聞いたもん。シャーっつって、これだ多分、このブラボーバニー、多分あれでしょ、シェリフでしょ。これマジやばいよな。え、ちょ、これ見てみんな。俺チーターかと思ったマジで。ガチチーターやんこれ。やばくねこれ。これマジで、あのこれマジチーターないよ。今度倒せんて、速度変えて 0.5 ぐらいする。ほらやばいわこれ。これね、俺が見たやつの中でちょっとこれ過去一レベルだったわ、スーパープレイ。いやまあぶっちゃけ壁がジャス視点、壁が近いからバニーの方が有利な打ち合いではあるんだけど、でもそんな関係ないよね、あんな速さで打たれたら。あんなのもうどうしようもできねえよ。いやまあ音鳴ってたし、割と決め打ち気味ではあるけど、だとしてもやね、早すぎ早すぎ。なんかよく見込み打ちみたいな、決め打ちってなんだろう、もうこういうのじゃん。でももうなんか来るっていうのが分かってるから、反応全振りにして打つのをなんか見込み打ちみたいな言うんだけど、それやけど早すぎやで。おじいじ強強見てた、バニーマジで強いぞ。バロ見てたよ、どうすんだあれ。多分ねストリーマーで今一番強いバニーが。うまくなりすぎちゃったかも。なんかもうずるいよな、 PUBG でキルで世界一取った、フォートナイトでアジアに散って、でなんかギター弾いてみたりバイク乗ってみたりで次バロラント来たら、バロラント、あいつオーバーウォッチ下手くそだあいつ。あ、そうなん。うん、あったか。そう、あとどうせオセロも下手だろあいつ。どうせて打ち合いが強いだけだったのがめっちゃ考えれるようになってる、はい、今スキルの使い方とか動きとか。どうする？興味深に行きたいって言い出した。いや行ってほしいな俺は。いやマジで？うん、全力で応援するね俺そうなったら。 CR のバロ部門トライアウト受けさせてくれっつって。